未来につながる一戦を見せていきたいところ。ガンバは三浦元太がキャプテンマークを巻いてピッチの中へと入っていきます。ただガンバはビルドアップの際には少しフォーメーションも変えてきますので、そのあたりも注目していきましょう。今前半がスタートしました。ガンバ大阪 U23 対岩手グルージャ盛岡の一戦です。モレラトが走る、繋いでいってブレンデル、右足のシュート強烈、しかしゴールキーパー正面です。今日は50番のイ・ユノが入っています。今回対戦時にもゴールを決めています小谷。新里カット、中に入ってきた、シュート決まった、先制モレラト、岩手が決めました。モレラト今シーズン4ゴール目、カットインから素晴らしいシュートがありました。岩手先制0対1です。シーズン4ゴール目、中にカットイン入っていって、得意の左足、素晴らしいシュートが突き刺さりました。岩手先制0対1です。芝本から中村次郎、中村次郎少し囲まれながら、さす坂本伊佐正面、最後は土井康平です。ラインギリギリよく残しました。中に入れて駆け引き、塚本も左足強烈、鋭いシュート打っていきました塚本です。お、土井からのボール、モレラトからブレンネル、強さのあるブレンネルとモレラト、ブレンネル中入ってきて巻いてきた、最後はブレンネルのシュートでした。中は固い岩手、中村次郎ドリブルでいきますが、流れ塚本ちょっとジャストミートせず、岩手の藤井もシュートブロック30回でリーグトップタイ。さて後半はどんな展開待ってるでしょうか。今後半がスタートしました。ブレンデルからモレラとカットして、中村大輔がいます。どこを狙ってくるでしょうか。中村大輔が狙った、よく止めました、いいユノです。旅立ちでパーソン中に入ってきた、もうパス出た、菅野から左足、パスではなく最後フィニッシュまで行きました菅野です。今表情を見せたのは菅野流星です。タビナス・ジェファーソンからのパス、最後は左足でシュート。そしてここで試合終了の笛、岩手グルージャ盛岡25節の福島戦以来4試合ぶりの勝利。